どうも、ライオンです。さあ、今回紹介するのはこちら。エントリーグレードストライク G2 です。あ、いや、ストライクガンダムです。はい。まあ、いきなり余談なんですけどね。私がこれ買ってきたお店、近くのね、スーパーの、模型コーナー。なんか結構たくさん模型置いてる、スーパーあるんですけども、そこでの、謎の表記っていうのがありまして、これ、エントリーグレード EG ストライク G2 っていう風に、こんな名前になってるんですよね。はい。まあ、ストライクガンダム。まあ、多分これ、ストライクガンダムの2で、1が、武器なしのやつ。で、2がこの、ね、シールドライフルついてるタイプなんじゃないかなっていう風に、思われるんですけど、まあ、それだったらね、わかる話なんですが、そのお店ね、結構他にもね、独特の、表記ありまして、これね、ニュージオンガンダム。はい。ここに、書いたのが、ジオンガンダムっていう。個人的にかもしれませんけども、これって、ニューついてるかついてないかは、結構大事なところなんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。はい。あとね、これとかね、これすごいですね。フェイクニューユニットなんですけども、ガンダム新外装アイテムっていう、なんでしょう。ニューってそういう新しいとかじゃないんだけど、ね。まあ、知る段階での、なんか、通称の名前がこうだったのかなとか、一番ひどいのはこれですね。はい。ダブルリメイクライフルの名前が HG ガンダムアストレイってなってるっていうね。完全に違う名前が書いてるとかあるんですけども。はい。まあ、それは置いといて。はい。じゃあエントリーグレードストライク G2 ならぬ、ストライクガンダム。はい。組み立てましたので、完成品がこちら。はい。こちらが完成したエントリーグレードストライクガンダムです。かなり、デザイン、造形、とてもかっこいいストライクです。はい。色分けなんかもかなりバッチリできている風ですが、塗装はしていませんし、シールなんかも付属してません。シールでのね、色分け表現なんかもありません。それでこれですよ。いや、もうすごいなと、結構感動を覚えております。はい。すべてのね、このキットの色と違うところは、もちろんパーツ成形色によるね、この構造によって再現されています。すべての色分けが。はい。もちろんね、細かく言えば足りないところもあるんですけども、いや、もう概ねここまでできていれば私的には大満足。はい。これまでもね、ストライクガンダムって、まあ、シンプルなようで、部分ね、ちょっとこの色の違うところがあって、そこはまあ、パーツ的にね、構造そんなに来れないかなっていう、省略されちゃうよねっていうのがあって、まあ、昔の HG ながらとこの肩とかね、このグレーの部分とかも全部白いパーツだったと思いますし、あと、このシードにね、よく出てくる、あとデュエルとかね、アストレイを持ってます。このシールドですよね。シールドも何気にこう3色あって、これも144分の1シリーズだと、特に HG のシリーズだと、結構、あと SD もかな、このカラー分けね、省略されちゃうんですけども、これしっかり成形色でのね、カラー分けができてます。ただパーツによるね、パーツの成形色によるね、カラー表現っていうと、このむやみやたらとこう、どんどんパーツが増えていってみたいなことも一切なくて、組み立て工程もとっても、少なくて、私自分でも呆れるぐらいプラモデル、ガンプラであってもね、作るの遅いんですけれども、20分かからなかったですね。本当に早くできました。めちゃくちゃ簡単でした。それでいてこういう風にできていくから、もう本当に組み立てながら、うわ、すごいなと感動を覚えておりました。顔なんかもね、目元なんかしっかりとね、黄色の目にね、その後ろの影になる部分、そしてその下のね、赤いところとか、バッチリ分けられてます。唯一ね、この額のちょっと上のところ、ね、このカメラ、センサー、ここだけがね、白いのが、ちょっと気になるんですけども、これ後ろ側もそうですね。はい。まあ、細かく言うと他もあるんでしょうけども、まあ、唯一気になるのはそこぐらいで、まあ、大きな面積じゃないんで、まあ、塗ってもいいかなっていう。まあ、それを言うとね、部分塗装なんて、どこもそこぐらい塗ってもいいかなで、ね、やっちゃうもんですけども、まあ、基本的に私は少しでも塗らないで済むんであれば、それに越したことはないと思ってしまう派なんで、まあそこ差し引いてもかなりいい感じです。簡単に組み立てられますし、パーツもね、少ないですし、それでこれですからね。今、とりあえず出ている、
HG とか144分の1ストライクにおいては、値段ね、その出来、あとなど、まあ値段さっぴいても他の HG のストライクと比べてもかなりいいプロポーションとね、造形なんじゃないでしょうか。それでいて簡単でこれだもんなぁ。ね、本当にすごいキットだと思います。で、まあ、ここにもあるんですけども、タッチゲートっていうね、方式になってまして、ランナーからパーツをね、工具、ニッパーとかなくね、ちぎってね、もぎ取れるっていう方式で、本当に、何もプラモ工具持ってない人がこれだけ買ってね、簡単に楽しめますよっていうものなんですけども、逆に綺麗にニッパーで切り取ろうと思うと、ちょっと、なんでしょう、うまくいかないっていう部分が、タッチゲートってあるんですけども、まあまあ、おおむね、白いね、機体なので、ほぼほぼ気にならないかなっていう感じです。まあ、強いて言うなら、この肩の、この部分ですかね。ちょっと、光の当たりみたいに見えるかな。ここ、ポツッと。ね。こういったところが、ナイフとか、ね、ニッパーで綺麗に、ちょっとゲートを残して切っての、スパッとね、切りたい人にとっては難しかったり、そうするつもりなのに、圧力かかってプチってちぎれちゃったりとか、白くなっちゃったりとかするんですよね。まあ、いわゆる爪で擦ったりとか、そういうので、クリアとかしてるんですけれども、はい。いや、もう本当に、何度もね、繰り返しになっちゃいますけれども、安さ、簡単さ、そしてこの完成の素晴らしさ、とってもおすすめガンプラです。久しぶりかな、ガンプラ作ったの、私、何気に。他のシリーズとかね、今度も続いてて、ガンプラ、ガンダム作ったのが、ね、久々になってしまいましたが、とっても楽しかったです。時間としては短かったですけども、その短いのもね、すげーと思いました。はい。ではでは、今回はこんなところです。エントリーグレードストライクガンダム紹介いたしました。じゃあ、また、会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。燃えろ地獄の使者、闇が空を覆う。